はい、どうも、ハライチです。よろしくお願いします。本日はですね、並福ラーメンを作ろうということで、本日ね、新潟にある並福というラーメン屋さんですね、こちらのラーメンを作っていこうと思います。はい、こちらね、並福という新潟のですね、ラーメン屋さんなんですけども、角田浜ですかね、かなり、新潟の上の方というか、ちょっとあの浜辺の方にですねあるラーメン屋でございまして、こちらがですねなんとハイスタンダードというバンドですね。もう超有名な、日本のもうね、大人気、そして全国風、もう私大好きなね、バンドのですね南波さんというですねベースボーカルの方が、営んでいる、並福というラーメン屋さんでございまして、こちらですね、新潟のね、大の、仲良しのですね、方から、お歳暮ということで、いただきましてですね、こちらの T シャツや、キャップをですね、ちょっと同時に送っていただきまして、本当にね、大感謝でございます。ということで、私ですね、まあ、その、並福本店にですね、ちょっと行ったことはないんですけれども、まあ、常々ね、やはり難波さんということで行きたいなと思ってるんですけども、結構、行列ができるというか、なんか整理券配ったりするようなレベルの、人気店でございまして、やっぱなかなかね、遠方だと食べられないんですけども、こういったね、キットが、通販で売ってるということで、かなりね、私としては嬉しい、お世話だったなと思っております。インスタとかね、南波さんとかその並福さんのですね、見ると、まあ、結構綺麗めなラーメンというか、なんか昔あった新潟のラーメン屋さんをなんか引き継いだみたいな、その味をなんか受け継ぐというか、なんかそんな感じの、ちょっと文章を見まして、食べたことないんでね、食べたことがないんで、まあ、やっぱりね、百聞は一見にしかず、一食にしかずということで、食べてみた方が早いということでね、早速作っていきましょう。それではスタートトゥデイ。それではね、この箱の中に何が入っているのかをご紹介しますね。じゃあまずこの帯、こちらをね、ちょっと開けていきましょう。こういった肌色の、ボックスになっておりまして、こちらね開けると、はい、こういった形のですね、まあ冊子が入っておりますね。はい、こういった形のね、はい、あ、いいですね。こちらの、ネギ、はい、冷凍ネギが入っております。で、チャーシューが入っておりまして、こちらですね、メンマですね、はい、メンマが入っております。そしてこういった冷凍のね、麺も入っております。そして一番でかいのが、こちらですね。スープ。こちらが冷凍で、もうそのままの味をお届けということで、これはかなり期待できますね。なので、用意するものは、まあ、丼くらいかなと思います。はい。なんで、早速ね、作っていきましょう。スタートトゥデイ。それでは作っていきたいんですけども、こちら冊子の中にですね、あ、これは作り方の、要項が載っておりまして、電子レンジバージョンもありますし、普通にね、湯煎タイプで作るというバージョンがありますけども、私はですね、湯煎タイプで、作っていきたいと思います。なので湯煎するにはですね、まず鍋を2つ用意して、沸騰させるということで、今ちょっとね、こちらで、鍋を2つ用意して、今沸騰させようとしております。下準備として、ネギ、こちらの、ネギの方は、そういった湯煎はしなくていいそうで、もうそのまま入れる雰囲気でございます。で、こちらですね、チャーシューと、メンマは、沸騰したお湯にですねコップ一杯移籍させて、その中で湯煎で溶かすというような形でございまして、麺とスープをまあ沸騰させながら解凍するイメージですね。はい、まず下準備として、こちらね、お湯を、丼にですね、まあ温めておくという雰囲気を込めながら、はい、これね、チャーシュー、そして、メンマを、忍ばせていきます。はい、そして、沸かしていた、お湯が沸きましたので、こちらですね、スープ、こちらを、このまま折りたたんだまま、投入ということで入れていきましょう。はい、そしてここから、8分タイマーを測って、沸騰を保ったまま、湯煎していくということでございますので、とりあえず8分待ちましょう。もうすぐ8分経ちますけども、沸騰をね、始めたスープでございますけども、こんな感じで広がります。なので、次の段階として、じゃあね、
温めといた、メンマと、チャーシューを、まず取り出します。はい、でこちらの丼、のですね、中のお湯を捨てます。でしっかり水気を取って、でこちらに、スープを、注いでいきます。でこちらスープを入れます。熱い、おお、綺麗なスープ、めちゃめちゃ綺麗な色。はい、で麺用の、水が沸騰したので、こちらね、麺をそのまま入れると。でこちら2分、茹で上げて広がってきたら端でちょっとほぐしていくと。この状態で無理やりは、ダメだということでございますので、ちょっと待って麺をね広げていきましょう。内面を入れてしっかりね、いただきます。最初にネギ、そしてチャーシュー、そして最後にメンマ。こちらは、汁をね一回まず捨てましょうということで、はい、こちら波福ラーメン完成でございます。それでは実食スタートトデイ。はい、それではね、波福ラーメン出来上がりましたので、いただきたいと思います。それではいただきます。すごいこう煮干しのね香りがこうふわっと広がったんですよ、もうこの段階で。あー優しい。でまずスープから。うまいっすね、こう優しい醤油味、これは美味しい。麺もいただきます。いやね、もうストレート麺でございますけども、いただきます。うまい。これ何杯でも食えちゃうね、これめちゃめちゃ優しいね。うん、スープもね、めちゃめちゃ澄んでて、とても美味しいですね。本当に煮干しの香りがふわっとして、醤油ラーメンですけど、これは何杯でもいけんな、これ。うん。麺もね、ちゃんとコシあって美味しいですよね。うん。スープも持ち上げてくるんで、うん、ちゃんと、これ冷凍のクオリティ、めちゃくちゃ高いですね。うん。でね、説明が決まったこのチャーシューを巻いて食べるという、コシをちょっとやっていただきます。幸せ、うん、幸せですね。メンバー次行きます。うん、メンマもシャキッとした歯応えってうまいですよ、これ。うん、あ、素朴な味わいがやっぱいいっすね。うん、普段二郎系ばっかりしか食ってないですけど、こういった澄んだね、ラーメンは本当たまにありだなっていう、本当に美味しいです。うん、あつい。そうですよ、2分間ね麺を入れてる間、もうスープをね、丼に注いでたんですけど、全然冷めることなく熱いままキープしてますね、あの2分間で。丼をね、温めたっていう効果もあると思うんですけど、スープがちゃんと熱いまま最後までいただきます。熱い、すごい、うまい。
うん。ということで、肝炎してしまいました。すいません。ちょっとね、ラーメンのスープ、肝炎するとね、あれなんですけど、健康的にね、今からちょっと私病院行きますけども、もうちょっとね、そんなことをね、気にすることなく、ためらうことなく、肝炎してしまいました。ごちそうさまでございます。はい。めちゃめちゃうまかったです。